どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回は強化された、転生進化した、オヘン使っていこうと思います。はい。スキルブースト4つ持ちで、7コンボ強化3つに、闇コンボ強化も2つあります。さらに、超覚醒ではね、攻撃キラー、体力キラー、創作化耐性、お邪魔耐性、プラスという感じの覚醒をつけれます。まあ、スキルブーストで7強3つでね、火力もまあまあ出るキャラで、しかも闇コンボ強化で倍率も上がるので、使っていこうと思います。スキルに関してはですね、HP が 25% 減る代わりに、ドロップドロップ状態を解除して、全ドロップを闇と回復ドロップの2色陣に変えてくれます。今日はこの優秀なオフェン使っていこうと思います。ちなみにリーダースキル闇の HP が2倍、 HP50% 倍以上で受けるダメージを軽減、闇2コンボで攻撃力が15倍、2コンボ加算という感じになっていて、 HP2 倍に軽減あって攻撃15倍、2コンボ加算なんでね、普通に火力も高いし軽減もあるし耐久力もあるしコンボ加算もあって優秀なんで使っていこうと思います。相方はもちろんこのキャラ荒垣ですね。はい。闇の全パラが 1.5 倍、2色以上同時攻撃で攻撃力が10倍、闇2コンボでダメージを半減、3コンボ加算というね、この優秀な相方を荒垣使っていこうと思います。はい。で、パーティーはこんな感じですね。レギンレイブにこちら、オーフェン装備。まあ、オーフェン装備に関しては別にオーフェン装備なくてもいいんだけどね。オーフェン装備つけてます。はい。そして、見かけですね。ネルギガンテつけてあげてます。スキブテアミドロキョウ、ネレは、こちらドロキョウ装備。そして、バルディターンは毒耐性装備という感じになってます。ここで毒耐性一枠だけ埋めといてもらえれば OK って感じです。はい。ちょっとね、オーフェン装備が強化されてる事実をね、忘れてたんで、ちょっとオーフェン装備だけ育成してから、実際に今回はこちらの編成使って、ウラシャラのボス、倒しに行こうと思います。行きましょう。なんかダンジョン入るたびにさ、落とされるんだけどさ、俺マジで何なんだろうね。毎回落とされるんだよな。まあ、でかと思います。行きましょう。まず1階層からですね。1階層を普通にネレ変身してあげれば OK です。ネレ変身してあげて突破していきましょう。でですね、オーフェンが2体以内に溜まれば、あ、3体以内に溜まれば OK なんで、普通に軽々と突破していきます。コンボ加算も入るんで、こんな感じで組んであげれば、これで倍率も出るのかなって感じで突破していきましょう。見かけはあと5ターンなんで、まあ、溜まり次第変身って感じで OK です。これで12コンボですね。13コンボ。これでぶっ倒していきましょう。OK、突破。はい、続きまして3階層ですね。ここオーフェン打ちます。オーフェン1回空打ちしておくことで、まあ、ボスまでに貯めようかなって感じですね。万が一ボスまでにネリが溜まっちゃった場合、超やばいんで、まあ、それだけないようにしていきましょう。はい、9コンボですね。10コンボ。さあ、これでしっかりと倒していけるか？無理ですね。はい。ただまあ、ここはネレ打ってあげてぶっ倒していきます。爆弾作ってきますが、しっかりと爆弾処理班になってあげてぶっ倒していきましょう。こんな感じ。味覚が変身できるまでは少し火力低いんでね、そこは我慢していきます。今、追い打ちなってたよね。なんか一瞬回復4しかなかったように見えたけど、気のせいだね、さすがに。おー、今日びっくりした。幻覚が見えたわ。はい。で、4階層ですね。ここはまあ1ターン耐久してから、レギンレイブ打ってぶっ倒していきます。正味、暗闇耐性ここ以外いらんから、もう別にバルディターンの悪魔、暗闇耐性は外してスキブとか悪魔キラーにしてもいい。オフェン打ちます。見かけが打てるんだけど、どんぐらい優秀なんだろう見かけのあれって。ちょっとわかんないんだよな。見かけの目覚めのあれが気になるところではあるけど、まあどっちでもいいんで、これでも見かけなんか降ってきそうだな。オッケー、見かけ打ちましょう、これ。ね、第一、見かけのスキル早くループさせたいんで、ループっていうかも使いたいんで、見かけ使っちゃいます。で、お邪魔耐性は弾いてくれます。さあ、見かけ打ってあげて、10ターン目覚め発動っすね。で、ここはちょっと闇欲しいんで、闇でも組みながら、こんなもんですかね。あー、全部繋がっちゃった。まあいいや。5コンボ加算リタフレであるので、比較的コンボはしやすいかなと思います。あ、闇ドロケも結構積んでるんでね。封印 100% じゃないとかマジやめてね。怖え。で、これは普通に闇にセットで倒してあげて、次バルデターン打ちます。なんか溜まってますけど、まあまあどっちでもいいんでって感じですね。なんか溜まってるのまずいように見えて、まずくはないので。闇がないのはまずいですね。ネレ打ちましょうか。はい。なんか溜まってますが、打っちゃいましょう。本当になんで溜まってんだよ。ザゲンの。溜まりやすすぎるだろ。ラテマサムネ打ってあげて。まあ、エンハンスなんで OK です。はい。で、ネレ打ちます。闇にセット含みながら削っていきます。やっぱいいですね。荒垣が闇属性トップクラスってか、闇属性最強のリーダーなんで、最強リーダーと、なおかつオーフェンもかなり優秀なんでね。超強いキャラと超強いキャラ合わせたら、まあ強いねって感じで安定して火力出てますね。はい、これでぶっ倒していきます。OK。あと何よりサブの見かけが強い。結局見かけは強い。そこよね。やっぱ強いキャラと強いキャラ組み合わせればこのゲーム強いからな。うん。これ突破狙います。無効管組んであげれば突破狙えると思うんで、1ターン突破狙いましょう。別にこいつで耐久してもいいんですけど、めんどくさいんで。
この編成ちなみに副属性がね、見てもらったがある通り火、水、木、光揃ってますので、どの属性を消しても2属性消しできます。はい、荒らぎのリーダースキルを2属性消しね、意外とやりづらかったりするんですけど、このパーティーの場合はどの属性消しても問題ありません。ケセナロプ回復はレギンレベルで対策していますが、まあ木ならこれもはや消さなくていいかもね。レギンレベルといえばいつでも消せますが、ちょっと一回消さずに行きましょう。3ターンってこともあってね、正直別に大丈夫って説はあるんですけど、まあでもこれ次めんどくせえな。まあ打とうか。はい、これで突破していって、本当は見かけの目覚め消したくないんですけどね、さすがに苦しいと思うんで。いや、ワンチャンあるか、ワンチャンあるか、これ闇 3,4 でしょ。そこまでしてまあ残す必要性もないんですけど、残せるのは何がいいかっていうと、普通に見かけの目覚め消せなくていいから気分がいいっていう、それだけなんですけど、一応じゃあ一回ちょっとこれで組んでみよう、どんな感じか。でこれで無理だったら使います。完璧じゃね、それはもう打たなくていいじゃん。よし、 OK、まあ、だからといってこれ何かあるかって言われたら何もないですね。本当に見かけの目覚めが残るだけ。はい、これで倒していきます。特に何もないっていうのが面白いな、こんだけあって。 OK、 さあ次10回走。さあ、まあここは一発見かけ打っておきましょうか。このままだと一緒見かけ打たない気がするので、はい。で次のターンのために闇ドロップだけ残しておきます。はい、こんな感じで組んであげて、闇残し、なんか繋がっとんな、やばい、パズル力が低かった。ちょっと入れ耐えれるんで、はい、耐えてあげて突破していきます。この遠征ね、指そんなあるわけじゃないんで、見かけのルーレットはそこまで活かせなくて OK、 別に本当も闇6個生成って感じです、使い方としては。まあ、そもそもなんかみんな忘れてると思うんだけど、闇6個生成って強いんでね。そう、闇6個生成で使っていきます。はい。で、ここはまあ、ネレ打って突破でもいいんだけど、次の階層的にちょっと怖いなって感じがあるので、まあ、とりあえずは一旦様子見って感じでいいかな。でも一発っていいか。一発打ちましょう。見かけのルーレットもあるしな。なんとかなるよな。まず一旦じゃあ無効貫通で削ってあげて、でここからネレ少し溜め直して突破していきます。でネレはね遅延2なんで、しっかりとあと3ターン溜めないと次の回数で負けるので注意してください。まあ、闇ドロップ呼ぶとついでにね、しっかりと3ターンだけ耐久していきます。はい、ということでじゃあ一旦パッとカット。はい、で無効貫通で突破していきます。あ、別にネレね、マシンキラーね、2個振らなくても、遅延振っちゃっても全然 OK なんで、遅延4のマシンキラー1個でも問題ありません。無互換組むと軽くバカですね、本当に。はい、これでぶっ倒していきます。で、12回走。ここはね、ネレのスキル、あと2ターン貯めてあげて突破していきます。ここはまあ普通に左側まずぶっ倒したいんで、しっかりと左側ターゲットして殴りまくってあげて、その後、右側スキル溜まってから突破すれば OK です。ネレはあと2ターンですね。はい、殴っていきます。はい、じゃあここでネレ打ってあげて闇にセットで突破していきましょう。こんなもんで OK かな。はい、しっかりと闇ドロップだけ残しながらぶっ倒していきます。 OK、 12コンボ、これで突破ですね。はい、倒していきます。で続きまして13階層ですね。どっちが来るかにもよるけど、火力でぶっ放すことに変わりはない。こっちが来た場合は闇ドロップを6個呼んであげてぶっ倒すのが一番いいんだけど、見かけ打ってあげてでいいかな。レギンレーブ打っちゃっていいんだけどな。レギンレーブ打っちゃって、まあ、一旦ちょっと普通に殴ってみるか。じゃあ見かけ先打ちしちゃう、見かけも打っちゃうとスキル周り後でよくなくなるんで、一回ちょっと見かけ打ってみます。はい、これでどんなもんなんだろう、ちょっと様子見て見てみようか。いや、倒せるやん、そやん。今のちょっとまあチートっぽいもの入りましたけど、いつも通り。やっぱりまああれですね、やっぱり見かけの攻撃力7強4つに攻撃キラーが強いっすね。さらにはオーヘンも攻撃キラー7強3つなんで、この2つ重なると、これリーダーが今14億出て、見かけが30億とか出るんで、平積みで倒しちゃうっていう。やばない。やめてくれー、やめてくれー、マジで。動画的にまずいから、本当に。違うんだよ。別にね、違うの。しかもやばいし、ちょっと。で、見かけがあるから、なんとかなんのはなんの。けど、動画的に困るんだよな。やべえ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 、倒しちゃった。やべえや。めちゃめちゃやべえ。15階層。超やべえ。倒しちゃった。ああ、ああ、ああ、どうする？オッケー、了解。
まずこれはね、闇全体を入れずにこんな感じでね、裏技があるんですよ。実は木だけ倒せば安全なんですよこれ多分。だからまず真ん中の木を狙って集中砲火バレてたのかだけで、いやさすがに周り全部死ぬことはないから完璧じゃね。でよ、リダーチェンが戻るまで闇ドロップ温存してそのまま突破、完璧な流れ。オッケー、これでいこう。ちょっと出ちゃったな、立ち回りのうまさ。オッケー、じゃあ一回場面整理しますって思ったけど、ネレ溜まったからネレ打ってあげて、オッケー、これで倒しましょう。てかもはや待てよ、ラファエル階層はこれリダチェンされてる状態の方が良かったのでは。激減入るからまあまあいいや。はい、これでしっかり回復しながら突破していきます。14コンボ、オッケー、これで突破で見かけも溜まるよね。はい、突破していきます。で続きまして16階層ですね。なんかオーフェン溜まりそうで怖え、マジで。あれ、オーフェン溜まっちゃったんだけどとかって、おうち本当に嫌だな。 14T か、早いね意外と。でもこっからサクサク突破していけば多分たまんないでしょ。ここも闇にセットでまず超根性まで削ってあげて、はい、 OK。 で次、ここもこうやってしっかりと削り切っていきます。闇ドロップだけ供給しておいて、 OK、 こんな感じかな。しっかりと闇消しながら突破していきます。11コンボ、12コンボ、 OK、 13コンボで突破していく。さあ続きまして17階層、この編成6階じゃバルディターンがいるんで、カッソルが来ても大丈夫。カッソル来ましたね。見かけでルーレット上書きもできますし、だってルーレットもはや味方なんでこれは全然 OK。 ナイスカッソルって感じ。この編成闇ドロップの枯渇が一番めんどくさいんで、こいつ来てくれる分にはもうありがたい限りですね。しっかりと6解除しながら8コンボ、9コンボ、10コンボ、これで削り切っていきます。攻撃キラーも乗るので見かけの軽くでぶっ倒していける。てかこんなコンボいらねえけどな。 OK。 で続きまして18階層、てかマジでオーヘンも強えな、乾燥してるもんなオーヘンも。ここはネレ打ちます。ネレ打ってあげて、まあ、こんな感じでいいか。とりあえずコンボだけ組んどいて闇をちょっとでも多く呼びたかったけど消えちゃったね。まあいいや、これで削り切っていきます。はい、闇はあんま呼べなかったな。でもルーレットあるから大丈夫。え、ルーレットずるくね。え、カッソル味方もしかしてお前で。19階層、奇跡の奇跡ですね。ここはレギンレイブっちゃおうかな。はい、リーダーにね遅延してほしいんだけどね。こんな感じですかね。闇合算入れてあげて、半減と軽減も張りながら、なおかつ軽くも出していく。 OK、 しっかりとまず一発、これも一発殴っていきます。一発一発しっかりと殴っていきましょう。はい、待てよ、これ次3名来たら危ないから HP 回復してから行こう。危ない、ちょっとやばいかも。ちょ、まだだ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 だ、危ない危ない危ない。53入れて、これ9コンボなってる？ OK。で、10コンボ。これで突破していきます。OK、ナイス。で、続きまして、20階層。頼むぞ。頼むね。お前、帰れ。絶対殺す、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 ワンパン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 。マジでふざけんな、お前。こっちや、オーフェンと動画の命がかかってんだよ。もしこれでボスは通販できなかったら、お前、でもお前責任取れんのかおい、余裕マジで。ちょ、本当にふざけんなお前。本当にふざけんなよお前。本当に怒るぞ。いい加減にしろ。ちょ、まあ、俺これでワンパンされろ。まあ、ワンパンされろ。おい、こいつ、本当舐め腐ってんだけど、俺の動画のことマジで。お前、人様の動画の気持ち考えたことあんのかよ、お前はよ。ルーレットもなんか消えたし、なぜか。ちょっとね、まあ、ちょっとね。ここ、とりあえずね、攻撃キラー乗せたいから、半減張りながら削ってあげて、ルーレットどこ行ったの？ルーレットどこ？ねえ、ルーレットどこ行ったの？ねえ、ちょっと待って。おい、待って、ルーレットよく見たらある、みんな。おい、ちょ、よく見ろ。よく見ろ、どっかにある。おい、どこにあるんだよ。教えてくれ、誰か。おい、どこにある、ルーレットは。おい、どこにあるんだよ、これ。
よく見たらあんじゃねえかよ。どこだよ。ざけんな。おい、これ。おい、ざけんな、ほんとに。これマジやべえぞ、おい。ほんとやべえぞ。欠損したら負けんぞ。ここに来て負けるルートいらねえんだよ。ざけんな、マジで。そういう動画じゃねえから、これ。ちょ、闇4振ってこいよ、マジで。よしよしよし。おい、ちょい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 。ざけんな、マジで。これボス？やばいんだけど。見かけの何ターン？は、超やばくね？超やべえじゃん。お前ワンパンすんぞ、マジで。いい加減にしろよ。毒邪魔だな。毒消すか、軽減あるし。なあ。トリマー !7 コケしていきます。ちょ、回復力信じろ。いきますね。これマジで、この遠征の回復力一回信じます。これでもう回復力ゴミだったら、ちょっと無理。で、なえる。あわよくば闇振ってこい。いや、待ちなってないし。待ちなってないし。惜しい！その、いや、耐えれるはず。絶対耐える。俺信じるよ、この遠征。絶対耐える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 。耐えるよね。耐えろ。ふっ！よし！ナイストライ！あ、ナイストライはし、負けるんよ、それ。あ、回復がない！え？待って、考えろ。おい、ここでグラビティ打つしか勝ち筋がねえ。ザーゲン、お前この動画はだって、ボスでグラビティ打つことが、だってボスでグラビティ打たないと、サムネ先になっちゃう。だってサムネイルもだって作ってもらったし、あ、その、いつも作ってくれる人にね。メノア2パンつって光メノアの数の勝利てのに、これでキメナワンパンしたら、でも、キメナワンパンするしか勝ち目がない。どうしよう。どうしよう、みんな。これは、これは、メノア2パン？あれ？メノア2パン！よし、使おう。そうだ。俺別にワンパンって言ってないもん。2パンすればいいんだよ、ボスをな。あー、闇しかない色が。待て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 、レギンネーブ打つんだよ。で、バルディナ打つでしょ？ 10 倍の火力は消えるけど、これで3倍になるから、実質 35% みたいなもんでしょ？てか、向こう側に組んで火力出せば、突破狙えるはず。いや、これでしかも落ち込んで色いっぱい読めば絶対倒せる。で、回復力で最悪耐えれはするし、2パンだから嘘じゃないし。よし！ナイス！で、ここで、OK、これ突破して、で、次よ、ここ、落ち込んで闇呼ばないとタイトル先になっちゃう。あータイトル先になっちゃうけど、これならワンチャンあるか？ないか？あ、ないな。でも、タイトル先嫌だから、闇呼ぶわ。くっそ、お前、なんでお前なんだよ。ざけんなよ。いや、いっぱい闇呼ぼう。ちょ、マジこれ、闇降ってきた。お願い。タイトル先になっちゃうから。タイトル先になっちゃうから。ちょ、頼む。ほんとに。頼む。闇降ってこい。お前、マジ降ってこいよ。よし！よし！ちょっと、半分までいけ。半分までいけ。奇跡起きろ。奇跡起きろ。半分までいけ。半分まで削りきれ。頼む。タイトル先になっちゃうから。終わった。あ、終わった。タイトル先だ。ああ、終わったよ。もう最悪だよ、マジで、この動画。あ、もう過去最低のクソ動画だ、これ。ゴミだわ、この動画。やめちまえ、マジで、これ。ほんと、お前、実況者やめろな、人間のゴミだから。お前、タイトル詐欺する男とか一番クソだぞ、ほんとに。ほんとに、ユーコル消えろ、マジで。ほんと、最低だわ。人として最低。ほんと、ユーコルは悪、社会の敵、人間のクズ。よし、こんぐらい言ったらアンチも許してくれるんだろ。よっしゃ、2パンチャンス、2パンするぞ、2パンするぞ。見かけ打って、見かけ打って、ネル打って、よし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 、行きます。2パン、2パン、2パン、2パンします。嘘じゃないし。本当だもん。ちょ、待て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 。って今言ったじゃん。ナイス！よし！倒せ！いける！お前ならいける！レッツゴー！ナイスー！はい！ワン、もう、この動画どうしよう。